ウィリアム・ロイド・ガリソンウィリアム・ロイド・ガリソンは、アメリカ合衆国の奴隷制度廃止運動家であり、ジャーナリスト、社会改革者であった。求神的な奴隷制度廃止運動の新聞、リベレーターの編集者として知られ、アメリカ反奴隷制度協会の創設者の一人である。ガリソンは25歳の時、奴隷制度廃止運動に加わった。短期間、アメリカ植民地協会と関わるようになった。 この教会はアフリカの西海岸にある領地に解放された黒人を移民させるべきという考え方をしていた。この教会のメンバーの中には奴隷に自由を与えることを奨励する者がいたが多くの者はアメリカ合衆国にいる解放奴隷の数を減らし奴隷制度そのものは維持する手段としてこの移民を考えていた。1828年までにガリソンは アメリカ植民地協会の計画を拒否することになった。ガリソンは、まもなく、奴隷制度に対する反対運動に入っていき、ボルティモアで、普遍的解放の天才という新聞を発行していた、クエーカーのベンジャミン・ランディのために記事を書き、続いて、共同編集者になった。ガリソンはそれまでに印刷工と新聞編集者の経験があり、新聞の記事配置を変えたりすることができ、それで、 ハンドレー制度の演説家としてランディがあちこちと旅をする時間を作った。ガリソンは当初、ランディの全身主義的考え方を共有したが、普遍的解放の天才の仕事をしているうちに即座に完全な解放を要求する必要があると考えるようになった。ランディとガリソンは考え方が違ってきたものの、 誰がその論説を書いたかを示すために編集者の署名入りとすることで合意し、共同作業を続けた。普遍的解放の天才の編集時に、ガリソンが紹介した連続特集記事の一つが、ザ・ブラックリストであり、これは、奴隷制度の野蛮さ、誘拐や無知打ち、殺人を簡潔に報告するコラムであった。ザ・ブラックリストのある記事では、ガリソンの生まれ故郷マサチューセッツ州、 ニューベリーポートのフランシス・トットという船荷主のことを取り上げた。トットは奴隷貿易に関わっており、最近ではボルティモアからニューオーリンズまでその持ち船のフランシス号で奴隷を運んでいた。トットはガリソン・トランディを名誉毀損で訴えることにし、奴隷制度の擁護側であるメリーランド州の法廷に訴え出た。メリーランド州もガリソンに対する告訴を行い、速やかに ガリソンを有罪として50ドルの罰金と裁判費用を支払うように命じた。ランディはこの記事が載った時に旅しており、新聞を管理していなかったとして国訴は取り下げられた。ガリソンは罰金を払えなかったので、6ヶ月間の習慣を宣告された。ハンドレイ制度の立場を取り迫愛主義者でもあるアーサー・タッパンがガリソンの罰金を肩代わりしてくれたので、 ガリソンは7週間で釈放された。ガリソンはボルティモアを離れる決心をし、ランディとは友好的に別々の道を歩むことに合意した。1831年、ガリソンはニューイングランドに戻り、独力で反奴隷制度新聞、リベレーターを週間で発行し始めた。ガリソンは書くことを通じて言葉による30年戦争を開始した。 1> 第1号には次のように書かれている。私のシビアな意見に多くの人が反対していることはわかっている。けれど、それは言えないシビアさだろうか私の言うことは、真実と同じくらい嫌なものであろうし、正義と同じくらい融通が効かないことだろう。この問題については、考えるにつけ、話あるいは書くにつけ、適度なやり方でしたいとは思わないのだ。断じていな。 読者書し、誰かの家が火に巻かれようというとき、適度に注意しなさいと言ってやるがいい。誰かの妻がレイプされようというとき、適度に助けてあげなさいと言ってやるがいい。火の中に落ちた赤ん坊を救おうという母親に、徐々に救い出しなさいと言ってやるがいい。しかし現代の大義を前に、適度なやり方を私に強制しないでほしい。私は真剣だ。私は言葉を濁さない。 私は、中途では辞めない。私は一日も退かない。そして、私の言葉はいつか人々の耳に届く。世間の思いやりのなさの甚だしきこと、あまたある銅像さえ一つ残らず自ら台座を降りる、ことだろう。死者さえ、週末の日のよみがえりを急がされることだろう。ウィリアム・ロイド・ガリソン、ツー・ザ・パブリック。 ザ・リベレーター1831年1月1日発刊号論説より、リベレーターの当初の発行部数はかなり限られており、2年目でも400部に満たなかった。しかし、徐々に購読者を増やし、続く30年間影響を与え続けた。南北戦争が終わり、アメリカ合衆国憲法修正第13条によって、 全国の奴隷制度が廃止された後の1865年12月29日、ガリソンは最終号を国別の字のコラムで締めくくった。私が20歳かそこらの時に編集者としての仕事を始めてから60代の初めの年になるまでずっとこれを続けてきた。1826年春のニューベリーポートでザフリープレス、1827年のボストンで ザナショナルフィランスロピスト、次に1828年から9年のベニントンで、ザ・ジャーナル・オブ・ザ・タイムズ、次は1829年から30年のボルティモアで、普遍的解放の天才、そして最後に1831年1月1日から1866年1月1日のボストンで、リベレーターと続いてきた。はじめは編集者仲間でも多分一番若かったが、 今ではおそらく一番の年寄りだ。いや、年齢ではなく続けた年数である。ニューヨークのイブニングポストのブライアント氏が例外でなければだが、リベレーターを始めた目的、それは財産としての奴隷制度を根絶することだったが、見事に成就された。私にとってみれば、偉大な闘争の歴史的時期に、リベレーターが存続したことが、特に適切であったと思われる。 解放の仕事をやり遂げるために残されたことは、リベレーター以外の他の手段に委ねることにして、新たな予兆のもとに、さらに多くの方法で、かつ、何百人かの仲間の代わりに、何百万人の仲間と共に、ウィリアム・ロイド・ガリソン、国別の字、リベレーター最終号、1865年12月29日1832年、ガリソンは、 ニューイングランド反奴隷制度協会を設立した。翌年にはアメリカ反奴隷制度協会の共同設立者となった。同じく1833年、ガリソンはイギリスを訪れ、そこでの反奴隷制度運動を支援した。ガリソンは反奴隷制度協会がどの政党とも組むべきではないこと、女性も協会の活動すべてに参加を許されるべきことを意図した。 ガリゾンは教会に参加した女性活動家であるスーザン・ビー・アンソニー、エリザベス・キャディスタントン、ルクレティア・モッド、ルーシー・ストーンなどの考え方に影響を受けた。女性たちの立場は教会員の多数にとっては議論の余地があると見られており、教会内に亀裂を生じた。1839年、アーサー・タッパンとルース・タッパンの兄弟が教会を離れ、別の団体、 アメリカ及び海外反奴隷制度協会を設立し、女性の参加は認めなかった。この協会の一部が、また離脱して、新しく作られた政党の自由党と手を組んだ。自由党は、大統領選挙で、ジェームズ・ジー・バーニーを担いだ政党であった。1840年代の終わりまでに、ガリソンは、第三の組織である、普遍的改革の友の設立を宣言した。 この組織のスポンサーと設立者には、結出した改革者であるマリア・チャップマン、アビー・ケリー・フォスター、オリバー・ジョンソン及びブロンソン・オルコットがいた。一方、1834年9月4日、ガリソンは、奴隷制度廃止論者で引退した商人の娘、エリザベンソンと結婚した。この夫婦には5人の息子と2人の娘が生まれたが、息子1人と娘1人は、子供の時に死んだ。 1853年、ガリソンは、オハイオ州のジョン・ランキン牧師を、ガリソンの経歴に重要な影響を与えたものと認め、ランキン牧師のことを、反奴隷制度の父と呼び、ランキンの奴隷制度に関する著書が、反奴隷制度闘争に入る動機になったと言った。ガリソンは、自分自身を、最もはっきりとした、また最も急進的な奴隷制度の反対者と呼んだ。 ガリソンの解放運動のやり方は非暴力と消極的抵抗を強調し、追随者を引きつけた。当時の奴隷制度廃止論者が段階的解放を支持していたのに対し、ガリソンは奴隷全員の即時の完全な解放を求めた。ガリソンとリベレーターは、ボストン夫人反奴隷制度協会の熱心な支持を受けた。この協会は集会を開き、講演会を講演し、 アメリカ合衆国北東部中の女性による反奴隷制度ネットワークの力を高めることに貢献した。ガリソンの演説会に出席していたある者が奴隷制度はアメリカ合衆国憲法で守られていると反論した時、ガリソンはそれが真実ならば憲法は燃やしてしまうべきだと答えた。ガリソンはフレデリック・ダグラスとの付き合いが長かったが、 憲法の価値については見方が分かれていた。ガリソンは憲法のことを首との名役であり、地獄との同意書と呼んだ。ダグラスはもともとガリソンの憲法に対する反感を共有していたが、後にライサンダースプーナーやゲリットスミスとの議論によって憲法は奴隷の解放を義務付けていると考えるようになった。ガリソンは憲法を奴隷制度を肯定するものと言って、 公衆の面前で焼き捨てたのではあったが、二人は他元を分かち、1870年代まで和解しなかった。ガリソンが繰り返し、ハンドレー制度の見解を表に出したことで、自身を危険にさらすことになった。ボルティモアで収監されたこと以外にも、ジョージア州政府は、ガリソンの逮捕に5000ドルの賞金をかけた。また殺害するという脅しを何度も受けた。南北戦争の前の歴史で、 最も議論を呼んだ出来事の一つは、反奴隷制度協会の講義から起こった。1835年の秋、協会は、イギリスの激しい奴隷制度廃止論者である、ジョージ・トンプソンを招き講演を依頼した。トンプソンが出席できなくなったので、ガリソンが代役を引き受けた。無法なボートが、講演会場に押しかけて、トンプソンを探した。市長と警察は、 ボストン夫人ハンド制度協会のメンバーに会場から立ち去るよう説得した。しかし、ボートはガリソンの姿をボストン中の通りに探し求めた。ガリソンは臨中を受けるのを免れ、レブレット通りの刑務所で夜を過ごした後、数週間ボストンを離れた。ガリソンは時にはリベレーターの随筆欄に他者の書いたものを載せた。 1856年に乗った14歳のアンナ・リッキンソンの書いたものは奴隷の解放を訴える情熱のこもったものだった。アメリカ合衆国で奴隷制度が廃止された後、ガリソンは社会改革の運動で働き続けた。特に禁止運動と婦人参政権の運動だった。ガリソンは1865年末にリベレーターの発行を停止したが、その前の5月に アメリカ反奴隷制度協会の会長職人任を宣言し、奴隷制度に対する闘争の勝利宣言と協会の解散を提案した。しかし、この提案は鋭い批判を呼ぶことになった。ガリソンの長い同調者であるウェンデル・フィリップスは、協会の使命は南部の黒人が完全に政治的にも市民としても平等を獲得するまでは終わっていないと主張した。ガリソンは、 完全な市民としての平等は絶対に必要なことではあるが、教会の特別の任務は終わったのであり、新しい任務は新しい組織と新しい指導者によって行われるべきと反論した。しかし、ガリソンの長い間の同調者も二つに割れ、彼の提案の採決に必要な指示を集められないまま、同義は百十八対十八で否決された。ガリソンはその字を変えることなく、 会長職の継続の申し出も辞退したので、フィリップスが教会の会長を継いだ。ガリソンは奴隷制度廃止運動家としての私の仕事は神のおかげで終わったと宣言した。ボストンに戻ったガリソンは妻にそうさせておくさ。私には全体が馬鹿げたことに見えると諦めたように告げた。ガリソンが教会を退いた後も、教会は活動を続け、 5年後の憲法修正第15条の批准で終わりを告げた。アメリカ反奴隷制度協会から引退し、リベレーターも廃刊したガリソンは、大衆闘技への参加は続け、いくつかの改革論を支持した。特に、フェミニズムと黒人の市民権には注意を注いだ。1870年代、ガリソンはいくつかの公園旅行を行い、また、ザインデペンデント紙や、 ボストンジャーナル紙にレコンストラクションや市民権に関する寄稿をし、ウーマンズジャーナル紙には純編集者としてたびたび寄稿し、さらに古くからの同調者であるアビー・ケリーやルーシー・ストーンと共にアメリカ婦人参政権協会に参加した。大津佐で活動中の1873年、ガリソンは長い間離反したままだったフレデリック・ダグラスとウェンデル・フィリップスとの仲を戻した。 それは、ボストン茶会事件の100周年を記念してケリーとストーンがお膳立てした大津さの集会という舞台で、心のこもった仲直りとなった。1874年に、チャールズ・サムナーが死んだ時、共和党員の中に、ガリソンを後継上院議員として推す者がいた。ガリソンは、政府の地位を取ることに対する道徳的な反感からこれを辞退した。 ガリソンは家族との時間を多く過ごすようになり、毎週子供たちに手紙を書いた。妻のヘレンが1863年12月30日に卒中を患い、家に閉じこもるようになっていたのでその世話をしていたが、1876年1月25日、ヘレンは厳しい寒さのために肺炎を悪化させて死んだ。静かな葬儀がガリソンの家で行われたが、 ガリソンは悲しみに打ち勝ったものの、発熱と気管支援のために寝室にこもらざるを得ず、開花の葬儀には参加できなかった。ウェンデル・フィリップスが長辞を読み、ガリソンと共に奴隷制度廃止運動を戦った古くからの友達が、大勢2階のガリソンの部屋に来て、個人的な弔意を伝えた。ガリソンは妻を失った悲しみからゆっくり立ち直り、ヘレンと会話できるかもしれないという望みから、 高齢実者のサークルに参加するようになった。ガリソンは1877年にイングランドへ最後の旅を行い、ジョージ・トンプソンやその他のイギリス奴隷制度廃止運動の友を訪問した。ガリソンは腎臓を患っており、1879年の4月に病状が主はくなかったので、ニューヨーク市にあった娘のファニーの家に移った。5月。 さらに病状が悪化したので、残っていた5人の子供たちが見舞いに訪れた。ファニーはガリソンに賛美歌を歌いたいか尋ねた。ガリソンは歌えなかったが、子供たちがガリソンの好きな賛美歌を歌い、ガリソンは手と足で表紙を取った。土曜日の朝、ガリソンは意識をなくし、1879年5月24日の夜半直前に死んだ。ガリソンの告別式では、セオドル、 ドワイト・ウェルドとウェンデル・フィリップスが長辞を読んだ。5月28日、マサチューセッツ州ジャマイカ・プレインのフォレスト・ヒルズ墓地に埋葬された。奴隷制度廃止運動の友人8人。この中には白人も黒人もいたが、棺を担いだ。ボストン市中で反旗が掲げられた。当時連邦保安官に採用されていたフレデリック・ダグラスが、 ワシントン DC の教会で行われた、告別式で、ガリソンの思い出について語った。彼が真実と共に一人で立ち上がり、静かに結果を待ったことは、この男の誇りである。ガリソンの息子で、名前も、同じウィリアム・ロイド・ガリソンは、丹税、自由貿易、婦人参政権の提唱者となり、中国人排除法の撤廃を主張して著名となった。次男のウェンデル・フィリップス・ガリソンは、 1865年から1906年まで、ニューヨークの政治週刊誌、ネーションの文芸局編集者であった。他に二人の息子と一人の娘ヘレン・フランシーズ、ガリソンが、ガリソンの死後も生き残っていた。2005年12月、ガリソンの200回目の誕生日を記念して、ガリソンの子孫たちがボストンに集まったが、このような家族の集まりは一世紀不利のことだった。 彼らは結出した先祖の残したものや、その影響を語り合った。ガリソンの写真、ハギダーン、P58 ヘンリー・メアによれば、ガリソンは反対にあって傷つけられ、何年も不満を抱いたままだったという。字が巡り、常に彼は、教会の次の集会に進むつもりではなかったと人に、告げようとしていた。メイヤー594、メイヤー614。 メイヤー618メイヤー621メイヤー622メイヤー626メイヤー67から628メイヤー631ライフボリュームアイページ188デクラレーションオブセンチメンツボストンピースコンファレンスセプテンバー1838ありがとうございます